皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回も1回目に続き、黒沢さんをゲストにお迎えして、オーストラリアでのお話をお伺いしたいと思います。それではパーソナリティのラリーさん、お願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、1回目ですね、黒沢さんのに、行ってらしたオーストラリアバンダバーグについていろいろ教えていただきました。黒沢さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。オーストラリアバンダバーグというところに行ってらしたというふうに伺ったんですが、そこには日本語を教えていらしたんですよね。はい、どうしてバンダバーグに行くことになったんでしょうか。そのあたりちょっと伺ってもいいですか。わかりました。バンダバーグにあるカトリック系の中高一貫校で勤務をしていたということでお話ししましたけれども、そこではですね、日本でいうと中学校1年生が、先方では7年生にあたるんですね。で、12年生まで、高校3年生までのだいたい1000人ぐらいが在校している学校だったんですけれども、埼玉で勤めていた学校が毎年、交流事業をやってまして、語学研修でこの僕がオーストラリアで勤務した学校と姉妹校でですね、勤務していた9年間僕はその埼玉の学校に勤務していた時に6回生徒を6年間ですね連れて行って、でそちらで日本語教師としてこっちで働いてくれないかというオファーを、ありがたいオファーをいただいてですね、そちらで勤務するということになりました。わかりました。オーストラリアでそのまあでもこう日本語教師っていうのはなかなかなるのこう難しいというふうに聞いてるんですけど、なんかこう日本でいろんな資格を持っていてもオーストラリアに行ってさあ教えますというのはできないというふうに聞いたんですけど、その辺はどうだったんでしょうか。はい、僕は、日本語教師のプロではないので、現地でその日本語学習者の、生徒が増減とかがどのぐらいかっていうのは全く把握してないで言っていましたけれども、地域によっておそらくかなり違うんだろうなというふうには思います。それと、僕がフルタイムでですね、そのバンダバーグの学校で仕事を得られたっていうのは特別なケースで、クイーンズランドのですね、教育委員会のようなところに、特別指導許可というものを認定をもらってですね、でそれで特別に僕がそこで1年フルタイムで働くっていうことが実現しました。田舎でしたので、やはり日本語教師を見つけるのがかなり大変だっていうことで、その僕の前任者の先生が、辞めるっていうことになって、そこでじゃあ彼女が辞めちゃうと誰も教えられなくなっちゃうっていうことで、やってほしいっていうことでオファーをもらったんですけれどもね。はい、そんなところですかね。わかりました。はい、どうでしょうか、そのオーストラリアでこう日本語勉強したいっていう、生徒さんたちっていうのはこう動機はなんで日本語勉強したいっていうふうに思ったんでしょう。はい、7年生から12年生まで日本語を受けている生徒たちがいたんですけれども、選択で日本語を選択で履修する9年生以上の生徒たちっていうのは基本的にはアニメや漫画が大好きでっていう子たちが多かったような感じです。でまたその埼玉の前任校とですね、交流授業をやっていましたので、日本人の高校生をホームステイで受け入れするのがとても楽しくてっていうことも多かったですし、あとはそうですね、必修の7年生8年生の中には学習そのものが苦手だったり、いろんな障害を抱えてたりとか、難しい面もたくさんありました。日本語教師オーストラリアの教員の資格を僕は持ってませんでしたし、経験がそれまでなかったですので、日本とは違ってまたオーストラリアの
生徒たちを自分一人であの教室をマネジメントするっていうのは、まあ、簡単ではなかったかなというふうには思います。まあ、それでも日本語があのやっぱり嫌いじゃない、もしくはむしろまあ楽しいって言ってもらえるようなあの工夫をですね、いろんなところで、試行錯誤しながら授業作りは進めていました。なんかいろいろ、ま、あのなさってきたんだろうなというふうに想像してるんですけど、どうでしょう、何かこう生徒さんとの思い出というのを何か一つ教えていただけますか。はい、日本で英語を教えてた時もそうだったんですけれども、あのあ英語ですね、で日本語の授業をしている時も歌を、日本語の歌をですね、毎時間あの冒頭でみんなで歌うみたいなことをやっぱりやっていました。その中でも、11年生と12年生の授業はすごく思い出に残っていまして、11年生では、曲を僕の方で彼ら の, あの日本語レベルに応じてですね、何曲か提示をして、はい、で生徒たちはある時海の声という、まあ、CM で、はい、使われていた曲を選んでですね、はい、練習をした、あの一定期間授業の冒頭で毎回歌った後にカラオケ大会やるぞっていうことで、グループになって生徒たちはあののど自慢コンテストをですね YouTube に合わせてあのやる機会がありました。で特にノリノリなあの女子生徒たちはですねダンスをつけて、パフォーマンスをしたっていうところがあってですね、でそれを、まあ、私もビデオを撮っておいて今英語を教えている授業の生徒たちに見せたりですね、そういったこともしました。でまた12年生は自分が歌いたい曲を自分たちで探してきてっていうことで、私自身も知らないようなマニアックなアニメの主題歌を持ってきてですね、これを歌えるように指導してほしいっていうことで、指導したこともありました。はい、でそのこう、だから12年生の授業ですね、7人のクラスだったんですけれども、冒頭の授業の冒頭最初の5分から10分はみんなでそのアニメの主題歌を大合唱してから授業を始めるっていうことが、まあ、日常でしたね、はい、そんなところです。マニアックな歌っていうのは今もう何かこう覚えてらっしゃるのありますか？どんな歌なんでしょう？あ、もう忘れちゃいました日本 の, あのいわゆるアニメの曲ですかね。そうですね、はい、あのすごく速いテンポのまた難しい言葉が入ってるような、はい、歌だったんですけれども、うん、それを教えてほしいっていう、歌えるようになりたいっていうことで持ってきてくれました。あ、なんかすごい楽しそう、はい、ありがとうございます、はい、あの多分ねこの今聞いてらっしゃる方の中にもその日本語以外の教師からですね、日本語教師になったという方いらっしゃると思うんですね、まあ、だから黒沢さんのように英語を教えていて今度日本語の先生になりましょうとかっていうふうにこう転身した人っていうのは結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、この英語を教えてらして日本語今度教えてみて何かこう気づかれたこととか、あこんなところが違うなとかって何か感じられたことってありますか？はい、僕はもともと何度もお話ししているように公立高校での英語教師というキャリアの方が長かったですので、教科担当というよりも教師としてっていうことの方が、まあ、学ぶ面は多かったかなっていうことは実はありまして、でオーストラリアの私立中高で働くっていう経験がですねすごく今の自分にとっては財産となっています。またそうですね、高校教師でしたので7年生から、まあ、日本でいうと中1から高3までの6学年を、発達段階の異なる、まあ、その6学年の生徒たちに対して1年以上、日本語を教えることができたっていうことも教師としての大きな自信にはなりました、はい、でまた日本語と英語に限らずですね、言語習得だったり生徒たちの中高6年での、まあ、成長だったり、あとはまあ、オーストラリアの教育がいかに、そうですね、生徒一人一人の子に応じた教育を、提供できているかっていうことを現地の学校の中から内側からあの1年間見させてもらえたっていうのはすごくありがたい経験だったなっていうふうには思います。例えばその今言われたその子に特化した授業っていうのが何かこう具体的にはどんなことだったんでしょう？はい、日本語を指導する上で一人一人個別のプログラムを作るっていうことは僕はもちろんできなかったですけれども、例えばいろんな障害だったりとかいろんな特性のある生徒たちがいる中で、学校の教員、ま
担任だったりとか、あとはカウンセラーとか心理師だったり、あとは看護師だったり、いろんなスタッフが、学校の中にはいるんですけれども、そういった教員でちゃんと一人一人の生徒たちのプロファイルを作って、それをシェアし、日頃の教育実践で役に立てるっていう、そういうシステムがですね、ちゃんとできていたのが、あ、日本とやっぱ違うなっていうのは痛感しました。はい、すごいですね。それをじゃあもう皆さんで情報共有してるから、どこにそのどのクラスにそういう学生がいるか、生徒がいるかっていうのはもうみんなで理解している。そうですね。でこの子たちはこういうサポートが必要で、こういうことが事象が起こるみたいなことは分かっているので、例えばこの生徒にはこういうテストは、できないけれども、じゃあ同じような評価をする上でこういうアプローチで評価をしてしたらいいとかですね、そういったことも、分かっていました。素晴らしい、はい、ありがとうございます。非常に興味深く聞かせていただきました。まあ、次回はですね、今度それが現在のお仕事にどんな影響を与えたのかなというあたりを、ぜひ伺っていきたいというふうには思います。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、黒沢さん、ありがとうございました。日本では英語教師、オーストラリアでは日本語教師であっても歌による共通の授業で盛り上がったお話や、また2つの国の教育システムの違いから新たな発見や気づきがあって、それらがまさに相乗効果となって黒沢さんは常にアップデートされているんだなと思いました。概要欄には黒沢さんからいただいた参考リンクも貼っておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。